何すんのさ、せっかく運動をしていたのに。おかんはどんだけ運動しても痩せれないから。ま、だって運動しても運動しても食べる食べる食べるでしょ。ひどいわ、私だってちゃんと痩せれるんだからね、この野郎。おーばーばー。あ、おかん、どうしたの今日は。だ、誰がカボチャ星人じゃー。ねえ、カボチャ星人。はいはい、なんだ、違うけどね、おかんだけどね。カボチャ星人。違うわよ。カボチャ星人。なんでしょう。あー、認めた、やったやった。じゃあこれからカボチャ星人って呼ぶね。うわぁ、これ一人暮らししようと思うんだよね。一人暮らし、あら、ガス君はまだお子ちゃまなんだから全然一人暮らしなんてしちゃいけないのよ。ダメなのよ。いや、もうこんな家住みたくないんだよね、飽きちゃった。ダメなのよ赤坂君。赤坂君、この家はね、赤坂君と私が二人でね、仲良く住むためにね、建てた家なんだからね。いや、もう仲良く住みたくないから、俺一人暮らしする。ノーノーノー、ダメ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 、目玉焼き。いや、ダメって言ってるけど、俺もう家買っちゃったから。はぁ、買っちゃったからごめんね。ねえ、ちょっとちょっと、本当に家で、ダメ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 、目玉焼き。家の場所だけ教え、家の場所教えて、家の場所教えて、家特定するね、家特定する。こらー、ダメダメ目玉、ダメダメ目玉焼き。わー、だって窓ガラス割ってきたのかよお前。何、家だけ教えろって。教えてほしいわ。教えてもいいけど一緒には住まないからね。あー、わいいわいいわ、別にちょっと遊びに行くのはいいかしら。ダメ。いやー、まあ今日だけはいいよ。あー、じゃあね、今日だけだからね、ちょっと遊びに行こうかしらね。見たいわ見たい。あれだよ、あれほら、見えてきたでしょ、見えてきたでしょ。なんだ、うん、あの手みたいな気持ち悪い触覚のあの家かしら。気持ち悪いとな。ごめん。あー、あの、可愛らしいニョキニョキとした芋虫みたいな家のことかしら。芋虫となった。あー、すいませんすいません。おい、笑える。何に対して笑ってんだお前。しかも全然笑ってねえじゃねえか、笑えるとか言いつつ。めちゃくちゃ可愛くないこの家。ほら見てちょうだい、この顔、歯があるわ。お、そう、歯つけたんだよね、ついに。いやー、綺麗な歯だわね。歯綺麗じゃない。うん、綺麗だね。わっ、こんなのナイスじゃお前。なんすとじゃ、この野郎。いいな。おい、笑える。おい、赤坂、なんでこんな立派な家を建てている、勝手に。いや、お前と住みたくないからだよ。ねえ、ひどい。あ、そういえば俺今日買い物行く日だったわ。ああ、なるほどね、家具もあんまないしね。そう、一人暮らしするから食材とかも自分で買ってくるから。もう、ああ、じゃあ待って、ちょっと家でお留守番しとくわね、ここの家で。よいしょ、監視しとくわこの家を。もし泥棒とか来たら大変でしょ。いや、一人暮らししたいからそういうことはしなくていいよ。ああ、じゃあ分かったわ、じゃあ行ってらっしゃい。おめえ、いる気満々じゃねえかあいつ。まあいいや、いるぐらい。よし、買い物行ってこよーっと。おお、あぶねえ。買い物疲れた。でも美味しそうな食材はいっぱい買えたな。よいしょっと。おお、えっ、なんだやで、おい、ああ、ああ、あ、あ、やばいやばい、バレちゃったわ、最悪や。バレちゃったじゃねえよ、何してんだお前。え、なになに、何もしてないわよ。いや、明らかに TNT 今持ってたよな。あれ、そんなところに TNT が。あー、びっくら。はい、正直に認めてください。私は知らないのよ。あー、ごめんなさい、なんとですね、これ私がやっあのよ。そうでしょうね。いやー、赤坂くんがね、家出をするとか言うからね、私はもう争うかと思っちゃったよ。申し訳ない、もうやらないからね、赤坂くん。申し訳ないのよ、もうやらないからね。もう、赤坂くん、ちょっと鍵だけくれないかしら。鍵、なんでだよ、あげるわけないから、こんなことしたやつに。おー、ごめんなさー。お疲れー。いやー、あいつびっくりした、家帰ってきた TNT4 つ起き上がって、俺の家爆発しようとしやがって。あいつどんだけ俺と一緒に住みたいんだよ、どんだけ俺に一人暮らししてほしくないんだよ。いやー、このままだったらまたあいつなんか荒らしに来そうだから、セキュリティを強化するしかないな、どうにかして。わかった、セキュリティ対策としてゴーレムを設置しよう。でも、ただのゴーレムでは
ありませんよ。これも知ってる人はチャンネル登録と高評価お願いします。さあ、ということで今回はでゴーレムモッドっていうのを入れたんでね、いろんなゴーレムが作れるわけですよ。ってことで、あいついつ荒らしに来るかわかんないんで、もうねゴーレム作っときましょう。ってことでね、見りゃわかる通りですね、スライムゴーレムっていうのも作れるんですよね。いきます、せーの、よいしょ。うわー、すーごい、なんかネチョネチョしてそうだな。おー、すごい、歩く音がスライムだ、ちゃんと、すげー。よし、これでオウカンがね、荒らしに来たらこいつボコしてもらいましょう。よいしょっと、よいしょ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 、オウカン、あ、あ、なんなんでいんのここに、来ないでって言ったじゃん。どう、あ、いやいや、行きて、入ってないわ。どうどうしたのよ、赤坂くん、あ、あ、あ、おー、おー、お、字が汚すぎて読めへんぞ。オカ、オカ、あー、うん、書けよ、うん。あ、書いていい？オッケーオッケー。あー、じゃあ、最高じゃない、最高じゃない。あー、おーい、あー、おかん引っ越せって書こうとしたな。そう、私の家に引っ越してきなさい、こんなとこからね、行かないで。ちょっとおかん、一回家の中入ったよ。あー、なに、うん、なんだこいつ。なにこれ、同居人あんたの。そうそう、彼女。おい、彼女、お前、私の、あー、痛い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 、なにこいつ。ちょっと痛い痛い、この緑、オラ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 、倒せ、倒すは倒す。ちょっと待って、おー、いいね、いいね、よーし、倒した、あ、いや、なになに、なんか分身した、分身しよった、なになに、あー、わ、すごい、スライムだからちゃんと分身するんだ、こうやって。よくやった、オカンのことを倒してくれてありがとう。何するのよ。いや、お前が荒らしに来ると思ってこうやってゴーレムを設置してたんだよ、俺は。あ、これゴーレムなの。あー、まあ、荒らさないか、お前。荒らさないわ、ごめんなさい。まあ、荒らさないならこのゴーレムは倒してもいいけど。荒らさない、本当に荒らさない、もうやめる、落書きも何もしないわ。わかったわかった、あ、ごめん。あー、痛い。じゃあ、もって来んな、家の周りに。わかった、もう来ないから、ゴーレムを置かないでちょうだい。なんで置かないでって言うの、来なきゃいいだけの話じゃん。あ、確かにそうだわ、うん、来ないからね。あー、オッケーオッケー、うん、よろしく。とりあえず引っ越そうとか思わない？思わない。あー、わかったわ。でもまだちょっと心配なの、あいつはいつでも荒らしに来そうだから、一応もう一回ぐらい特殊なゴーレム作っとくか。ってことで次はエンドストーンゴーレムを作りたいと思います。もう何でもありですね。よいしょー、おー、かっこいい。こ、なんか目大丈夫？じゃあ何かあったら守ってくださいね、僕のこと、よろしくお願いします。え？あ、待って、あ、おぉ、待って、わはははエンドストーンゴーレムさ、エンダーマンみたいに瞬間移動するんだけど、あれ、あれ、どこ行った、あれ、え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 、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ん、ん、ん、よいしょ、よいしょ、おし、待って、なんかおかん、俺の家に穴掘って来ようとしてるんだけど、てか、め、今目合わなかった、あいつ目悪すぎて俺気づいてないのか。てか、待って、あのゴーレムどこ行った、あのゴーレム、あ、なんであんなとこいんの、ちょっともう一体作んないと。エンドストーンゴーレムテレポートしちゃうから、あいつが来た瞬間に作るしかないな。あ、やば、なんか穴掘ってきてる。こいつやばすぎだろ、やってること。よいしょ。あ、こんにちはー。こんにちはー。よくも来たねー。いやいやいや、赤坂くん、何、どうしたのよ。あ、え、いやいや、怒ってるわけじゃない。あ、怒ってない、あ、よかったわ、気長にステーキでも食べれるわ。大切じゃ、一回俺の部屋も来ていいよ、来ていいよ。あ、来ていいの、やったー、これで東京だわ、痛い。ありがとうね、赤坂くん。うん、何してるのよ。おかん、今からね、なんかゴーレム作るからすぐ殴って。な、何よ、ゴーレム、うん、いいわよ。オッケー、殴って。これゴーレムってなんかいいから、えい、ん、いなくなったけど、いないわよ。あれ、あのゴーレム使えねえな、あのゴーレム使えねえ、くそ。あれ、いないじゃないの、どうしたのよ。じゃあ一緒に住みましょうね、私とね。ちょっと待って、急いで別のゴーレム作んないと。あ、これちょうどいいじゃん、 TNT ゴーレムもあるみたいだから、これ作ろう。よしよし、私と一緒にお過ごしましょうね。あ、ほら、いっぱいここの辺サングラスがあるんだよね。あるわね。あ、私のサングラスもあるじゃないの。やっぱ私のことが大好きよね、赤坂くんは。本当にテレ屋さんね、隠し屋さんなんだから。今のうちにん？なんか視線を感じるな。わあ！なにこれ！赤くてかっこいいわね。なによこいつ。これただのロボットのおもちゃだから大丈夫だよ。えい！開いて！開いて！開いた！開いた！おかん。
あのゴーレム向かって火打ち石で右クリックするといいことが起きるらしい。火打ち石、はいはいはい、これいいの？でもロボットでしょ。ロボットだよ。はい。こうするしかなかったんだ。あ、俺の皮むき傷だ、よかった。あんた家壊れたよ。はい、私のお家に帰りましょうね。修復するしかないか。ねえ、ちょっと私の家に帰ろうってならないの？赤坂くん、じゃあ私が家作っとくから。赤坂くんはちょっと出かけてていいわよ。私が作っとくから家。うん。ああ、ほんと。うん。直してくれんの？直すからね。ありがとう。うんうんうん。よし。しめ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 。しめしめ言うてるもんな。まあいいや、なんかあったらまたゴーレムで痛い目に合わせるか。ふう、買い物終わったけど、あいつ家直してくれてんのかな、ほんとに。あ、直ってる。ちょっとなんか色違うけどね、ここらへん。まあある程度は直ってるわ。よかったー。おかーん。あら、赤坂くん。うん。あら、赤坂くん。ほら、家に入ってきなさいよ。ほら、直したからね、私がお家をね。ほーら、赤坂くん。なんかお前、喋り方が怪しいな。いやいやいや、何も怪しくないわよ。ほらほらほら。お前、なんや、この砂ブロックは。え？なんだ？なんもないわよ。これ、おしゃれでしょ、砂ブロック。ほらほらほら。なんでドアも何も置いてないのに、感圧板が置いてあるんだ？いや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 、これ、踏んだらドアが出てくるからな、赤坂くん。ほらほらほら、早く早く。なにその仕掛け、意味わかんないんだけど。うん。ちょっと待ってよ。なんか怪しすぎない？あ、あいつやってんな。あ、わかった。現地勝手にちょっとこっそり取り除いて、で、よいしょっと。ん？どうした？はい、入りまーす。あはははは！いけ！ドカンだ、ドカン！いい！あれ？ん？あれ？あれー！なくなってるわー！いや、あいつ俺のこと爆発して殺そうとしてたんだな、今。こうなったら強力なゴーレムを召喚するしかない。ってことで、次はダイヤゴーレムを制御したいと思います。ちなみにこのダイヤモンドブロックはオカンの家のチェストから勝手に盗んできました。ってことで、よいしょー。オカン、ちょっとこっち来て、こっち。おー、どうした？うん、なんかおるぞ。なんかおるぞ。また見て、めっちゃ高級なゴーレム。え、すごい、これダイヤモンド？これもしかして？そう、ダイヤモンドにできてんだよ。すごくない？あれ、でも赤坂ってダイヤ一つも持ってなくなかった？どっからこんなの手に入れたのよ、こんなに。いや、オカンの家のチェストからじゃないから大丈夫。ん？だから違うから大丈夫。あ、違う。じゃあどこなのよ。ああ、許さない。私がこのこいつを倒してね、私がダイヤモンドを獲得するからね。ほら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 、強い。こいつめちゃくちゃ威力強いからね。ちょ、強すぎない？強すぎたよ今。いや、でもこいつで倒せばね、ダイヤモンド落とすらしいよ。本当に倒させていただきます。いけ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 、いた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 、いや、もうこのオカンってやつマジ何も反省する気ないから、もう一体ゴーレム召喚しちゃえ。よいしょよいしょ、ドッカーン、かまどゴーレム。こんなダイヤのいたら荒らせないしな。荒らせないよな、こんなのいたらな、こんな強いやつがな。あ、なんかまたいるぞ。なんだこいつ。かまどゴーレムだよ、オカン。何すんのこいつ。いや、なんもしないこいつは。ほんとに、ほら、何もしないでしょ。あれ、本当に何もしてこないじゃん。え、何こいつ。え、雑魚。おおおおおおいたー。おえ、ダイヤゴーレム狙われてるじゃねえか。でもこいつは何も攻撃してこないのね。いいこと思いついたのよ、私は今からね。まずこいつを封印させちゃうのよね。こうね、こう、まず封印させます、この子。これ閉じ込めるんじゃない。お、よしよし、はい、この子を閉じ込めました。閉じ込めてどうするかっていうと、こいつを、ちなみにこいつは石炭を入れたら動き出すんでね、ちょっと勝手に入れていきたいと思います。えい、うわ、面白いわ、ね、いた、なになに、急に何すんの急に。ちょっとちょっと、いたいた、結構強いんだね。え、あー、ごめん赤坂、私はまだ諦めてないからな。お前の家をずっと荒らし続けて侵入してやるんだからな、いつか。あ、あれ、うん、冷静に考えたら、オカン、このサーバーからキックすればいいだけの話だったわ。あー、やめて、なんでそんなことするの。